どうもダーリンです。よろしくお願いします。ダーリン祭、ダーリン祭り、まあどっちでもいいやが、そろそろ日が近づいてきましたので、改めてルールの確認ですとか注意事項に関してちょっとご紹介させていただきます。開催日はすでに、まあ、見てくださっている通りでして、2021年7月16日の金曜日です。夜10時ですね、午後10時22時に開始します。あくまでも開始ボタンを押すのがこの22時になりますので、参加される方は、まあ、10分とかね、5分とか、まあ、余裕を持ってスタンバイをお願いいたします。この参加表明のこのサイトは Google フォームっていうのかな、なんか忘れましたけど、なんか Google のシステムを使ってこれ作ってるシステムのですね、ここに書き込むためには Google のアカウントが必ず必要になります。で、参加条件が後でご紹介しますけども、あの YouTube のチャンネル登録っていうのがございますので、まあ、Google アカウントがどちらにしても必須ということになります。上から順番にいきますと、7月16日金曜日ですね、午後10時参加されますか、参加する方はここではい参加しますを選んで次進めてください。参加者の方ですね、今回参加者は私との接点がない方も含めて完全に自由に参加していただくつもりでおりますので、どういう方が参加してくださるのか私も分かってないので、キャラクター名ですとかエピック ID ですね、このエピック ID というのはフレンド検索するときにも使われるもので、特にプレイステーションとかスイッチの方はご注意ください。画面に出ている頭の上にね出ているキャラクター名とエピック ID というのは必ずしも一致しません。パソコン版をお使いの方はエピック ID がそのままキャラクター名になりますので、そこは一緒になるのかなと思います。このイベントのことを どのようにしてお知りになりましたかっていうのは、例えば Twitter であったり YouTube であったり知人からの紹介であったり、この辺は、まあ、一般的なアンケートですので、それを答えておいてください。問い5です。問い5、問いじゃないな、9号参加資格は以下の全てを満たした方のみですとさせていただきます。一つでもこれに該当しない方は参加条件を満たしていないということになります。まずは YouTube チャンネルの登録をしてください。 URL これです。これは登録してすぐ解除してもいいのかって言われそうなんで、あくまで参加時点では登録中をキープしてください。 Twitter も同じです。 Twitter のフォローをして、そのフォローが継続されていることとさせていただきます。 Twitter でダイレクトメッセージ、ダイレクトメールとか、この DM のやり取りができる方というのも条件に含めさせていただきます。これは、まあ、後でルールご紹介しますけども、最終的に景品をお渡しする可能性がありますので、それを DM でやり取りさせていただく予定でおります。ですので DM のやり取りできる方、 Amazon ギフト券のやり取りをさせていただきますので、そのコードをねメッセージでやり取りできるという人があります。次、成人または未成年の場合は保護者の OK をもらってください。一応ね、金品のやり取りがございますので、お子様がね保護者の承認なしに参加されるというのは好ましい状況ではありませんので、そのあたりは確実に守ってください。次、イベントに関連する静止画、動画の撮影、公開の許諾と書いてますけれども、参加者が私含めて他の方も何らか動画を撮ったりだとかキャプチャー撮ったりとかされて、それを Twitter とかね YouTube とか SNS とかにいろいろ公開される可能性があります。そういうのを承諾しますっていうんですね。私映りたくないんですっていう方は一応参加できません。はい、では次、私からブロックされていない、これね、ほとんどの方これに該当してないと思うんですけども、コールドさんの例えばゲームウィズの初心者用の剣バトとかを日課でやってるんですけども、そういうのでねとっても嫌な嫌がらせを受けることがありまして、そういった場合に二度とマッチングしたくないなっていうのでブロックしてるケースがあります。ですので私からブロックされていないっていうのも条件に含めさせていただきました。はい、次、不測の事態や後から発覚するルールの抜け道などが明らかになった場合、なんか日本語変かな、とりあえずねルールの抜け道が後から発覚した場合は適宜ルールを変更する可能性がありますということです。これはご了承お願いいたします。次、プリントスクリーンや写真なので証拠を残してそれを求められた場合に提示できるというふうに参加条件に含めさせていただいてます。これ一応私も録画したりだとか、あとリプレイでその時の状況を見れるようにするつもりではおりますけども、何分パソコンのことですので急になんか予期せぬことが発生したりするリスクがございますので、金品のやり取りが発生する以上、ちょっとそういった証拠を残せられるような準備だけはお願いいたします。必ずそれを提示してくださいっていうかどうかそれは分かりません。私の方でできる限りその辺の記録を残していこうと思ってますので、提示を求めないケースもありますけれども、ちょっと私の方でどうしても記録を見つからなかった場合に提出をお願いするケースがあります。じゃあ次、贈与税の仕組みを理解しそれに適切に対処できる。これ贈与税っていうのは一応ね金品2000円を今回予定してますけれども、2000円といえども一応贈与税の対象になります。で、年間いくらを超えたらそれ贈与税対処し しなければなりませんよっていうのがありますので、いわゆる法律にのっとって贈与税の処理をできる方たかだか2000円で何言ってんのっていう、これはツッコミどころのところでございます。次、はい、各都道府県の暴力団排除条例やその他の、反社条項に抵触していないというふうに入れさせていただきました。これもね、金品のやり取りが発生しますので、反社の活動資金になるっていうのは不本意なところでございますので、このような一文を入れさせていただいてますけども、この下2つはね、何言ってんのっていうツッコミどころですけど、まあまあ、大人として触れざるを得ないところなので、挙げさせていただきました。はい、次、フォートナイトのカスタムマッチの参加方法を知っていますかっていうことなんですけども、これ知らない方、初めて参加される方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。一応ね、私からのフォローはありませんとは言っているものの、このゲーム画面のモード選択ですね、このモード選択の右下にカスタムオプションというのがあるんですよ。このカスタムオプションというのを選ぶと、このキーを入力することができますので、当日私が告知するキーを入力して、なんか適当にこう入れて、
で、入れた状態で、おそらく通常ソロすると思いますので、この通常ソロを選択して決定すると。で、プレイでやれば参加できるようになります。だからカスタムキーの入れる場所は、ここのね、右下のカスタムオプションっていうところです。はい。大丈夫ですか？はい。もう分かったことにします。本当に初めての方は事前に練習しておいてくださいね。じゃあ、私の方でちょっとなかなかフォローしきれませんのでよろしくお願いいたします。はい。次。ルールなんですけども、今回は初心者をターゲットにした企画にしたいなというふうに思っておりまして、通常のビクロイを取ったら優勝ですっていう、そういう企画ではありません。ここにも書いてますけれども、私をキルした人が優勝でございます。ですので、マッチ降りて、すぐ私をキルしたらもうその時点で優勝です。もうビクロイとかは関係ありません。なので、誰にでもチャンスはあります。もちろんね、僕をキルできるだけの実力がないとダメっていうのが前提にあるんですけども、これ後でね、また展開予想の話しますんで、別に実力がなくても、おそらくチャンスはあるとは考えています。はい、次、ルールなんですけども、私以外をキルして良いのは一人までです。本来、私のその入り口の時点では、誰もキルしてはいけない。私以外、ダーリン以外をキルしてはいけないっていうルールにしようと思ってました。なんですけども、それだと、多分誰も何も攻撃しない、なんかダラダラした企画になりそうな気がしたので、まあしょうがないな、じゃあ1キルまでは許してあげようというルールを足したのがこれです。なので、ダーリン以外を2キルした時点で、もうその方は失格、終了になります。なので、その時点で、ストームでやられるとか、ラッカーでやられるとか、爆発物でやられるとか何でもいいんですけども、やられて感染に入るか、そのままマッチを抜けていただくなどして、速やかにマッチを終了お願いいたします。これはもっと具体的に言うと、私 A 以外の A さんという方をキルしました。で、2人目私以外の B さんという方をキルしましたってなったらもう終わりです。だから A さんをキルした後、私ダーリンをキルしたら優勝です。もちろん誰もキルせずにダーリンだけ、私だけをキルするのが一番望ましいですけども、一応1キルまでは OK としています。で、ルールの続きなんですけども、2キル目以降のアシストプレイも NG とさせていただきます。2キルまでですって言ってますけど、2キルまでですっていう日本語を使うと、3キルしなかったらいいんでしょってなんか思う方が出てくるかもしれないので、そうじゃないですよというふうにここではっきりさせていただきます。2キル目をした瞬間にもう終わりです。だから3キルしなかったらいいでしょという理屈は申し訳ありませんけども、それはなしで、だから 2.1 キルとかね、 2.2 キルとかっていう概念はもうないです。3キル未満だったらいいでしょというわけではなくて、もう 2.0 キルの時点で終わりです。具体例で言うと、例えば A さんをキルしてしまいました、 B さんをキルしました、これで2キルです。で、キルした人はもう参加資格ありません。まあ参加資格じゃないな、その時点で優勝はありません、失格です。でも一緒に友達と参加していて、その友達を勝たせてあげたいです。だから最後のキルをこうアシストするようなプレイとして参加しますっていうのもダメです。その2キルした時点でその方は速やかにマッチ終了していただきますので、仲間内で参加してくださっている方のアシストをなんか協力するようなプレイもダメです。とキル制限を設けていますけれども、私だけは制限なくキルしていきます。はい、これ重要です。これも含めてルールのさらいと展開予想なんですけども、先にとか初期スキンで参加していただきます。ツルハシやバックアセサリーも初期もしくはなしとしてくださいと書いてます。で、外見だけでプレイヤーの特定を防ぐためですとしているんで、とりあえずキルできません、1キルまでしかできません、初期スキンで参加します。私も初期スキンで参加します。なので外見で誰が誰か分かりません。だから正直運要素を含みますけれども、よーく観察してたら私だけは制限なくキルしていきますので、プレイ内容を観察していたら誰が私ダーリンかどうかというのは見てたら分かるんじゃないかと思います。もしくは私の YouTube 動画を頻繁に見てくださっている方は、私がね、どういった効果場所を好んで使っているかとか、私の建築レベルとかね、テクニックレベルを見てちょっとちょっかいかけてみて私かどうかを判断するというのもいいかもしれませんね。人狼ゲームって、まあ知らない方したら人狼って何ってかもしれませんけど、その辺はググってもらうとして、一般的によく言われる人狼ゲームと同じような展開を想定しております。私が狼で周りが人っていうんですかね、狼以外のキャラクターを担当しているようなイメージで、私は制限なくキルしていきますので、この人なんかバンバンキルしてるやんみたいな、そんな感じがいたらその人はダーリンだと疑ってもらってもいいです。他の方は1キルまでしか許されてなくて、2キル目した時点でマッチ終了しますので、2キルしてもガンガン動いてるやんこの人みたいな人がいたら、その人がダーリンだというふうに私だと思って判断していただいてもいいのかなと思います。だから人狼のような展開になります。外見からでは全くわかりません、皆さん初期スキンです、ツルハシも初期で、バックアクセサリーはねなしにしてください。バックアクセサリーに関して言うと、ロッカーでとりあえず初期スキン、これバツ押したらこれ初期スキンになりますんでね。で、初期スキンにこれ今、まあ、女性キャラですけど男性キャラになる場合もあります。これはもうその時のランダムなのかな。バックアクセサリーもこれなし、ツルハシは初期スキン、これかな、はい、このデフォルトツルハシっていうやつですね。で、これを採用してください。で、グライダーも初期にしてくださいよ。初期、これね、私が持てないグライダー使った時点でそれもう確定しちゃいますので、これかな、コモンのグライダー、一般的なバトルグライダーですね。これ使ってくださいね。で、ここもコントレイルもなし、こんな感じです。なしなし、初期ツルハシ、初期グライダーなし、これでやってください。注意はこれです。これランダムが有効になっているとこういう風になります。何も選んでないのに。なので、これランダム、これちゃんとやめてくださいね。ちゃんとこれランダムマークがついてないことを確認してくださいね。これランダムマークついてるとこういう風になんか外したつもりがね、このランダムマークついてますから、なんだこれ何もついてないじゃないですか、パッと見ね。
これ何もついてないんですけど、マッチ入ったらなんか出ますんで、これ注意してくださいね。今は見えてなくても、これ初期スキンで参加しているつもりかもしれませんけど、これランダムでやると次入ってきます。ここもそうですよ。これグライダーの展開ね。これパッと見ね、なんかわかんないかもしれませんけど、わかるか。これはわかるか。でも確実にね、このランダムマークが消えてることはこれ確認しておいてくださいね。これ大事。ランダムの削除漏れがないようにだけご注意お願いいたします。日時の変更やルールの変更があった場合は、Twitter や YouTube でそのアナウンスをします。今のところルール変更はありませんけども、出てきた場合はそういったところでアナウンスしますので、適宜自主的にチェックをお願いいたします。私の方から参加者に個人的にメッセージを送ったりということはありません。自主的に見ていただきたいと思います。今のところは変更はありません。次、カスタムキーは当日の開催時間15分前に公開します。まあ、15分前かな、20分前かな、わかんないですけど、まあ、余裕を持って公開しますので、それを投入してください。次、チーミングは不適切行動として、まあ、景品資格をなくします。チーミングって何っていう話なんですけど、ここのね、次の15のところにも比較的具体的に書いてるんですけど、今回の展開は人狼のような展開になることを想定しています。例えば、私を倒したら優勝なんで、私か私じゃないかを知っているというのはとっても重要なんですね。だから外見から判断できないように初期スキンでも参加するし、いろんなルールを足してるんですけども、身内でね、例えば仲間内で参加してくださるのは大変ありがたいんですけども、私レイジーレイクに降りるから、このレイジーレイクに降りた人これ私だから攻撃しないでねとか、そういうのはもう全然ダメですからね。全然ダメですから、ディスコードとかね、他のツールを使って裏でやり取りするとか、もうこれは全然ダメですから、それだけご注意してくださいね。で、じゃあ通話はダメなんでしょ。だから仲間内で取り決めておいた効果場所、エモートその他合図で仲間確認しようとするプレイもダメとさせていただきます。要は結託することを原則ダメだとさせていただきます。だから例えば私ダーリンだったらこのエモート持ってないはずだから、このエモートをしてきたらこれはダーリンじゃないっていうことの合図ですよとか、例えば発砲建築とかでね、例えば発砲でパン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 ってやって、なんかこのリズムで打ったらこれは私だと思ってねとか、そんな裏で結託するのはダメですよ。明らかに建築で、この建築したら、この矢倉、こんな建築したらこれ私だからこれ攻撃しないでねとか、そんなんダメですからね。次にも書いてますけども、細かいことはもう言いませんけれども、フェアプレイを心がけてください。たかだか2000円ですよ。まあ、されど2000円といえばされど2000円なんですけども、その2000円でね、その人の性格とか人格を疑われるようなことをするのは本当にもったいないことですので、クリーンなプレイというのを目指してください。ルールとしてね、この場でも明確に言っていないことでも、これってどうなのかなってちょっと疑問に思ったことは、まあやめてください。原則やめてください。もう悩んだらやめる。もちろん時間までに私に確認取っていただいたらこうですよとか、はっきり言葉にしてね、文字にしてお伝えしようかなとは思いますけれども、疑問に思って私に聞く時間も暇もなかったら、まあ、原則やらないと思っておいてください。モサ用のイベントではないんですけど、モサも受け付けてます。実際モサも参加表明していただいてます。なんですけども、初心者の楽しめるルールとしては、とりあえずキルムーブされませんので、その点は安心してください。もちろん1キルはされますよ。1キルはされるんで、その1キルのその余裕枠の中でやられてしまう可能性はあるかもしれませんけども、ある一人がね、ずっと3キル、4キル、5キルってこう、延々とこう、キルを重ねていくっていう展開にはなりませんので、初心者でも十分楽しめるかなと思います。まあ、だからといって、完全に運かっていうわけでもなくて、やっぱりモサはモサで防御力も高いですから、初心者に簡単にやられるわけじゃありませんし、まあ、その辺ですよね。上手い方は上手いなりのアドバンテージもありますし、逆に初心者は初心者で景品ゲットのチャンスも十分にあり得るというところで、間口の広いイベントとして今回企画をさせていただきました。というわけで、何かご不明な点がございましたら、ご連絡いただければ幸いでございます。以上です。ありがとうございました。